スーパーラジオモンスターラジゴンは、1998年4月から2020年3月まで、月曜日木曜12時30分16時30分に、FM 福岡1階、アクサダイレクトスタジオから放送されていたラジオ番組。2、シギンデイタイムジャンクションと、ビート Q2 ゴビンゴン、ナンバー5の後、番組として1998年4月に、放送開始。 放送開始当初の DJ は月、日がブッチと、斉藤文、水、木が、米岡誠一と、木原ゆか。なお、米岡は、ビンゴ、ナンバー5からのスライドである。放送開始から16年間維持されてきたブッチ斉藤コンビ、並びに月日、水木で2日ずつ担当する体制が2013年3月で、終了、翌4月からは、 福岡のリスナーの活力の源になりたい。との思いに、ここ、福岡を代表する DJ が集結をキャッチフレーズに日替わりで DJ が登場するようになる。なお、陳、飲み水、記念灯。2016年4月開編で FM 福岡のワイドプログラム全体の放送時間の見直しが行われ、番組が始まって初めて放送開始時間が変更された。 2020年3月18日番組冒頭で2020年3月末での番組終了が発表された。これにより22年間の歴史に幕を閉じる。後継番組は、ウルトララジオコネクション DIG 福岡で本番組のパーソナリティ人のうち、ブッチ、小雪、斉藤文、トギーが続投する。すべて月曜引く、木曜の放送。2019年8月現在。 2009年4月より、シャワー5時パンチ、5時パンの後、番組としてスタート。開始当初の放送時間は、月曜く木曜6時6、30.6、45から7時。放送日の全週放送されたラジゴンを45分間に、編集して、再放送している。開始当初は55分間の放送だったが、2012年4月改編で、本編で放送されていた。 アグリズムが5時45分5時55分に移動したため短縮された。その後2013年4月にスタンダップモーニング終了に伴い放送時間が1時間繰り下げられた。2019年4月からは再び5時5時45分の放送となる。2020年3月31日をもって番組が終了することから1週間早く3月26日をもって 放送を終了した。ありがとうございます。